So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. 皆さんこんにちは、竹内志保です。今回はティティベートさんとコラボして作らせていただいたアイテムと私物をミックスして7コーデご紹介したいと思います。今回コーデを組んでいて気づいてしまったんですけど、ペタンコのサンダルしかない。コーデにメリハリを靴でつけたかったんですけどね。子供が生まれたらヒールを履く機会も少なくなるだろうなと思って、移住のタイミングでもうかなり処分しちゃったんですね。でも今回おかげさまで久しぶりにヒールを履いておしゃれしてみたいなって思いました。そしてもう一つ気づいたのが、カゴバッグばっかり持ってるなって自分で突っ込みたくなるくらいカゴバッグばっかりでした。もともと好きで集めてはいたんですけど、沖縄に来てカゴバッグ好きが加速しました。というわけで、いろんな意味でリアルな可愛いコーディネートが組めたと思うので、よかったら最後まで見てみてください。ちなみに、参考までにですが、私は身長157センチで体重は44キロです。コラボアイテムはワンピースで、お値段は5489円です。ちなみに私が着用しているのは M サイズです。長めに丈を、着たかったので M サイズを選びました。すっきりとしたバスト周りから裾にかけての広がりがスタイルアップして見える優れもので、ボリューム感のある A ラインシルエットでボディラインを拾わず着やすさ抜群の巻き下丈ワンピースです。バックファスナーの先端に長めのリボンがアクセントとしてついているんですが、そのリボンのおかげで着脱もスムーズにすることができます。シワのつきにくいリネンライクの素材を使用しているんですが、程よい厚みで長いシーズン着用していただけるようになっています。実は同じ素材でセットアップで着れるようにジャケットも作っていただきました。春と秋はもちろんなんですが、夏でも冷房が強くて寒い時とかあるじゃないですか。そういう時とかにこういう薄手のジャケットが一枚あると便利ですよね。冬以外は長く使える優秀なジャケットです。ちなみにジャケットのお値段は6589円で、私は S サイズを着用しています。実は先ほどご紹介したワンピースとジャケットのセットアップなんですが、別バージョンでパンツタイプも作っていただきました。ちなみにお値段はですね、5489円で、私は S サイズを着用しています。程よいセミワイドシルエットが足をきれいに見せてくれます。こちらも同じくシワがつきにくいリネンライク素材を使用しているので、取り扱いもしやすいですし、素材が程よい厚みなのでロングシーズンご着用いただけます。ハイウエストなのでスタイルもよく見えます。コラボアイテムはクルーネックのリブニットタンクで、お値段は2959円、私は S サイズを着用しています。ひんやりとした冷感タッチのリブニットなので、夏の暑い時期にもさらっと気持ちよく着ることができます。程よく体にフィットしてくれるリブニット素材なので、上半身が綺麗に華奢見えします。私は今スカートにインして着ていますが、アウトして着ても可愛いように実は裾にスリットが入っているんです。なのでコーディネートにも抜け感をプラスしてくれます。今回のコラボアイテムは刺繍レースの可愛いブラウスです。お値段は5489円で、私は S サイズを着用しています。スキッパーデザインなので首元に程よい抜け感をプラスしてくれます。でも開きすぎていないので中に着る下着も選びません。
前後に差のあるデザインになっているので、アウトしてきても可愛いです。ちなみになんですけども、丈がちょうどお尻が隠れる、はい、長さになっているので体型カバーにもなります。今回はワンピースがコラボアイテムです。ちなみにお値段は6589円で、私は M サイズを着用しています。実はこのワンピース前後ツーウェイでどちらでも着れるデザインになっているので、着こなしの幅が広がります。ウエストから裾に向かって広がる A ラインのボリュームがとっても綺麗なんですよね。程よい厚みのワッフルカット層素材なので、着心地のいい一枚です。子供と一緒の公園とか海とかアウトドアシーンでも大活躍の動きやすい一枚です。今回のコラボアイテムは T シャツとスカートです。ちなみに、トップスは3289円で、私は S サイズを着用しています。スカートは4389円でフリーサイズとなっております。まずは T シャツからなんですけど、程よくタイトなサイズ感なので細見え効果が期待できます。実は汗染み防止加工が施されているので、汗染みが気になるカラーも気兼ねなくお選びいただけます。インしやすい程よいバランスの着丈になっていて、アウトして着ても裾にスリットが入っているので、いい感じに抜け感をプラスしてくれます。次はスカートです。軽くて柔らかい肌触りのいいインド綿の素材を使用しています。洗えば洗うほど柔らかくなります。お洗濯して干す時に手アイロンをしてあげると、トン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 って叩いてあげると、アイロン掛けする必要もありません。私はあえてその風合いを楽しんでいます。ウエストはゴム仕様になっていて、もう本当に楽ちんでストレスフリーです。今回のコラボアイテムはジャンパースカートです。このトップスもリブニットタンクもコラボアイテムではあるんですけど、先ほど紹介したので省略させていただきます。ちなみにお値段は、6589円となっておりまして、私は S サイズを着用しています。朝コン素材なので、大人のリラックスムードが漂うおしゃれが完成します。ボディラインが綺麗に見えるこだわりのシルエットがポイントです。バッグにはスリットが入っていて、程よい抜け感をプラスしてくれるので、子供っぽくならずジャンパースカートのおしゃれを楽しむことができます。ちょっと細かくて伝わりづらいかもしれないんですけど、肩紐が自由に調整できるようになっているんですけど、調整しても調整した余ってる紐が飛び出てこないようなデザインになってます。ちょっと伝わりづらいかもしれないけど、こういうジャンパースカートとかオールインワンとか大好きな私にとっては、すごいそれが紐が飛び出てくるのがストレスだったんで、これは私にとっては重要なこだわりポイントです。こんな感じでざっと7コーデ紹介させていただきましたが、どれもコラボアイテム、お買い求めやすいお値段設定になっているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回。またねー。